ブライアン・ダグラス・シャウスはアメリカ合衆国イリノイ州出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。左投げのアンダースロー投手。1990年にドラフト13巡目でピッツバーグパイレーツに入団。プロ4年目の1993年にパイレーツでメジャーデビューを果たした。6試合に登板し防御率9.00という成績を残した。しかし、 その後は、メジャーリーグでの登板機会に恵まれず、1998年4月に、ボストンレッドソックスで5年ぶりにメジャーで登板。6月に解雇され、日本の近鉄バファローズに入団し、13試合に登板した。その後、2001年にアンダースローに転向する。2002年にカンザスシティロイヤルズで23試合に登板し、メジャーに定着するチャンスをつかんだ。 同年オフにテキサスレンジャーズと契約し、2003年に左のワンポイントとして62試合に登板する大車輪の活躍を見せた。2004年10月3日のシーズン最終戦、シアトルマリナーズ戦の8回裏に一郎と対戦。一郎にシーズン最多記録として残る262本目のヒットを打たれている。2006年のシーズン途中に、 ミルウォーキーブルワーズに移籍し、その後も左のワンポイントとして登板している。2009年2月10日、タンパベレーズに移籍したが、同年限りで現役を引退した。ありがとうございます。